タグリが、城山古墳墳町部、松岡古墳群は、福井県吉田郡永平寺町にある、古墳群である。九ズ流川の南側、福井平野の東端に位置する尾根城に分布する。前方公園墳4基と、倍長3基からなり、九ズ流川の水利圏を抑え、流域各地区の主張の上に立った古市の国の王とも言うべき、大主張の墓と考えられる。 1977年12月5日に、タグリが城山古墳が国の史跡に指定され、2005年7月14日に他の3基を追加指定した上で、登録名称が松岡古墳群に変更された。九ず川を挟んだ向かいの丘陵上には、国史跡六両瀬山古墳群が分布している。全長約129メートルの前方公園墳で松岡古墳群中で、 最大規模。首レブ付近に作り出場の遺構があり、その先端に倍長の豊墳が位置する。墳球は二段築成で、河原石を用いた吹石が存在する。墳長部と中段平坦部には円筒、朝顔形葉庭が巡っている。四世紀中央頃に築造されたものと考えられる。五世紀中央頃に作られた前方後円墳で地山削り出しで作られた。 全長53.7メートルである。公園部長及び首レブより、埴輪が出土している。船形石管自家相墓と縦穴系横穴式石室が見つかっている。石串炉、砥石、バグ、鉄製品、土器などが出土している。全長79.1メートルの二段蓄成された前方公園墳、前方部先端に、倍長の豊墳を有する。 埴輪がめぐらされている。洞窟を受けたと見られ、副葬品は見つからず、粉球主軸平行に縄掛け突起のつく、船形石棺の棺気の実が残る。築造年代は5世紀中央頃と考えられる。5世紀紅葉頃に作られたと見られる全長を89メートルの二段築生の前方後円墳で前方部の東側に倍長を有する。明治13年と、 同39年の調査では、船形石管と、その副装品として同郷、冠、下玉、鉄剣、鉄刀、刀装具などが発掘されている。埴輪が外側に見つかっている。ABCDEFG 福井県の文化財、永平寺町、松岡古墳群文,文化遺産オンライン、日本古墳大辞典386ページ、日本古墳大辞典47ページ。 ありがとうございます。